圧倒的な,なんか悪というかね、うん、本当に両親みたいのが今のところ<う> <laughs> 垣間見えないキャラクターですもんね <laughs> でもまあ僕は別にその彼を悪だと思ってはやっていないからい、うん、そうなんですよ。彼の中では、うん、まあ彼かどうか分かりませんけどスクナの中ではあ自分がやっぱり、はい。 ジャススティスですからまあ自分の目的というかがあって,ってことこですもんねあくまでその正義とか悪とかって主観に基づくもののような部分ってあるじゃないだから少な的には彼が自分の思う通りに思うがままやってることは彼にとっては正義だから、うんうん、そうそうやっぱ少な目線でものを考えるのであれば別に悪ではないし<ー>悪役を演じているつもりはない。あそれがこういういキャラクターを演じる時の ポイントみたいな感じになってくるんですかねなんかねそうやっぱり客確かになんか悪い人って自分を悪だと思ってるかっていうとそうと思ってやたらすぐ笑っちゃうタイプねまあ少なも笑うけど「へへへへ」ってこう囲んだ時にすぐ笑っちゃうタイプ。 ちょっとそれとは違うって感じ笑うんだけどな少なもん笑うけどちょっとタイプが違うでもここ僕確かあここっていうかね後半とか諏訪部さんとね一緒に収録で行きましたけどやっぱ圧倒されましたもんね笑い方にはそう言っていただけると怖みたいな感じでもいわゆる悪役と思ってないとは言いましたけれども悪役って笑うんだよね結構トラディショナルな悪役ははい 楽しんいんだろうねきっとねだからこう上手に笑えないと上手に役役というカテゴリーの役はできないのかなって思いますあ確かにそうかも上手に笑うって笑いが一番難しいって言いますもんね芝居とかだと思ねまあ感情のね出し方っていろいろあるけどやっぱこうそうやって見てうわって思うような笑いっていうのは。 なんかスキルとして持ってないといけないのかなこういう仕事しててってなるほど思う時ありますねでも笑いスキルとして持つといっても練習の仕方もねなななかかかわらいですし以前この作品ではないですけど若手の頃とかに笑いの高笑いのシーンがあって練習を夜中にもってずっとやってたら近所隣の家の人から「うるせえ!」っつって言われました。 笑い声でよくね声優ってなんかこう夜中叫ぶ練習してたら「どんどん」ってやられるみたいな「はい、<laughs> みたいな何遍もやってたら<ー>さすがに隣の <laughs> あでも一瞬で出るってすごいですねありました今今本気聞上がったんでちょっと中途半端でしたけど、うん、身についてるってことなんですね